おお、みんなキラキラ回ってんね、スターが。スクールオブマリオ、マリオ学校かな。これ一番最初行きたいね。これは一番最初行きたいけど、いいよ、一番最初取れました。そして今度はジャンプ。いやこれなんか勝ちっぽいね。いやこれいいよ、良くないよ全然良くない。いいこれはとてもいい。これどうやって行くんだろう。あ、わかった、これ葉っぱ出るんだ、ここで。そう、ここで絶対葉っぱ出るんだ。誰か出して。いや、僕自分が取ればいいんでしょう。あ、ピー、なるほど、ちょっ、よし。あら、え、こっち。うわ、そういうことか。なるほど、ここで葉っぱが出るのか。そして走ってゴールっていうわけね。やったいや絶対負けたと思った今。お、S プラス僕だけじゃん。ここでね、S プラスの強さを見せつけてやりますか。わ、みんな僕より上だね。僕が一番下でもね、最強っていうとこね、見せつけてやりましょう。これはこのまま渡っていこうか。いや、なんか出てきた。いや、ファイヤーか、ファイヤーベイだね。オッケー、これは左に行く。まあいい、まあまだ被弾していいでしょう。あと1回当たれるね。そして今度はよし、これ危ないね。ここあんまりちょっとアイテムを軽視したらやられちゃいそう。いやでも中間ポイントあるのか。オッケー、まずあのルイージ追いかけよっか。ルイージをバックに当たってやられるがいい。やった、来た、よし、アイテム欲しいね。ここら辺でアイテム取っておこうか。オッケー、そしてこのちくわブロックに乗っていくと。いや待って、危ない、これは。いや、いいよ、もうゴールっぽい、もうそろそろゴールっぽい。いや来ました。さあみんなを待っておきますか。ルイージ来ましたね。ルイージ来たけど取るかな。うわ、え、めっちゃいい人、あ、めっちゃいい人、なんかゴール守って、いや待って、守ってくれてない。題名がいい、これ絶対楽しいじゃん、こんな題名。いや、ちょっと待って、このコース遊びたいんだけど、このコース遊びたいんだけど、え、ちょっと長くない？え、マジで？あ、来たー。いや、それじゃあ行きましょう、バトル開始です。マリオだったっけ、これは。え、どうすればいいんだこれは。あ、兄弟バトル、これ上に行った人の勝ちでしょ。いや、いいよ、よし、よし、おっとおっと、ごめんよ、これはニューマリのスキンでしょ、これ僕めっちゃ得意。いや待って、危ないから、よし、オッケー。よし、さあ決勝戦始まりました。キノピコとの勝負です。さてどんなコースなんでしょう。緊張してまいりました。私今度もさっきと一緒だね。よろしくお願いします。絶対負けないから、これは絶対負けないよ、よろしくお願いします。いや、そんな送ってる余裕僕ないんですよ。よし、うわ、よし、やばいなみんな。なんかさ、このメンツと一緒にいると僕すっごいまともなアバターだよね。みんな面白いアバターしてるからね。さてこれはびっくりマークとハテナって書いてたけど、これは一番最初行きたいね。いや、え、あ、こっち当たり、もしかして、え、こっち当たり臭くない、ほらなんか当たりっぽいよね。いや来た、いや来たよこれ、よし、で今度上に行く。うわあらー、これマリオ勝ったかな。でもさ、これ右もすごい気になるんだよね、ここ入れない、入れなかったね。これマリオが戻ってきてるってことは難しいかな、この先で。ここなんだよな、ここを。いや、ちょっと待って、よし、オッケー、ブラッパーいないね。そしてこれはこっち、よし、オッケー、
次右でもうゴールしようここはゴールしておこう。ピドピコー。いやほんと今日なんか冷凍低い人たちが多いよね。ってことは今日ね勝ちまくれるチャンスかもしれないね。意外と負けてるけど今日勝ちまくれるチャンスかもしれないね。よろしくお願いします。よし、それじゃあ行くか。これ P って書いてる。これはえ、何の P だ。あ、なるほどね、これバトリオンコースか。いいね、ちゃんとみんな分かれたね。それじゃあ早速スタートしましょう。僕は青の土管です。そして、いや、これ取らないでいこう。ね、取らんでいこう。あれ邪魔っぽいあれ邪魔っぽいから、あのカード乗らん方が早いと思うんですよね、僕。よし、これ幅飛びでいく。 OK。 うわ、待って、一人ブーンとかやってめっちゃ速い。やばい、カード取った方が早かったかな、これ。よし、これはこの箱は何だろう。いや、いいよ、結構いい線いってる。ここでビルマリか。いや、持ってきてよかった。ね、この箱持ってきてよかった。無視してっていいっぽくない。いや、ちょっと待って、鍵がいる、鍵がいるね。ブンブン、ここら辺で戦おうね。この辺だったら手に入れてもね、鍵手に入れたらすぐ入れるから。オッケー、1番、これ1番でしょ。いや、来たやった、これ提灯がこんなにあるからきっとゴールでしょ。えよかったよかった。え、ルイージ取る、ルイージ取る。いや、取らないよね。もうこんだけゴールのポール近くいたら絶対取らないよね。さあさあさあ、どうなんでしょう。みんなゴールしまに、いや、危ないええちょ、うーわ、出た、出ましたゴールさせない人出ました。誰だったっけ今、キノピコだったよね。ちょっと見ておこう、あの害悪プレイ、めっちゃいい人そうじゃん。そしてこれでラストバトルにしたいと思います。メットを3体以上倒してか。ちょっとこれ1回取っていこうか。いや、いいよ別に、いいよ先行っていいよキノピコ。どうせね、僕は今日運がいいからね、勝つと思うんですよ。おお、キノピコかわいいね、ピンクだしめっちゃ合ってるね。レミエアシップ、絶対出てくるよねレミ。ちょっとどんなんか忘れたけど、レミーって何だったっけ。確かボールに乗ってるあのトサカみたいなついた敵キャラだったっけ。なんかそんな気がするんですよね、確かそうですよね。よし、あ、レミーがいるんだったらアイテムをね取ってってもいいんですけど、いや、ここはよし、ナイスナイス、壁キノピコ。これ上から行こっか、これも上から行く。よし、オッケー。いや、これこっちだ、あぶねえ。あ、ヨッシーいるんだ、強いよヨッシー、めっちゃ強いよここでヨッシーで、キノコでしょいや、これもう無敵、絶対来ました。さて、食べてやりましょう、あのキノピオ。どこだ、どこにいる。マリオ終わったね、絶対終わったね今。レミいないの、ちょっと待ってくれ。よし、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。